アロスカルドはフィリピン料理の一つで鶏肉と米の粥である。大量の生姜、炙ったニンニク、スキャリオン、片茹での卵、黒胡椒が添えられ、調味料にはカラマンシーや魚醤が共に用いられる。大抵のレシピでは紅花が使用されており、料理が特徴的な黄色になる。アロスカルドはビサヤ地方ではポスパ、パスピズとして知られているが、ポスパの材料は 若干異なっている。アロスカルドは、ルガウの一種である。フィリピン文化のコンフォートフードとされており、人気の朝食メニューである。名称はスペイン語のアロスとカルドに由来している。もともとは、すべての種類の米長を指していたが、その後、鶏肉を使用し、生姜を大量に使った、特定の種類のルガウを示すようになった。アロスカルドはスペイン語の料理名だが、 その起源は佳境によって持ち込まれた中華がゆに由来している。何世紀にもわたってフィリピンの食材を使用して地元の好みに合うように変化してきた。アロスカルドは一般的にカラマンシーと共に供されるアロスカルドには通常もち米を使用するが、ウルチマを大量の水で煮ても作ることができる。通常、鶏肉を最初に大量の生姜と共にブイヨンの中で煮る。 一度、経肉を、鍋から取り出し、身をほぐしてから米と共に再び鍋に戻す。米は鍋に焦げつかないように混ぜ続ける必要がある。特徴的な黄色は、ケース場の添加によるものである。高価なバージョンでは、紅花ではなく、風味をさらに高めるためにサフランを使用することがある。どちらも使えない場合にターメリックを使うこともある。アロスカルドは、 それぞれ一つの型ゆで卵とともに、ここのボールに取り分けられる。トーストしたニンニク、刻んだスキャリオン、黒胡椒が添えられる。食感と風味を強化するために砕いたチチャロンを加えることもある。アロスカルドは非常に香りが強いが、通常は味付けが非常に淡白なので、様々な調味料でさらに味付けをする必要がある。もっとも一般的な調味料は、 カラマンシーと魚醤である。カラマンシーの代わりにライムが使われることもある。アロスカルドはフィリピン料理においてコンフォートフードとみなされている。通常、朝食、寒い時期、雨天時や病気や寝たきりの人に食べられている。冷えると固まるので暖かくか、熱くして食べられる。再加熱時には少量の水を加える必要がある。フィリピン航空のアロスカルドは、 コラソン秋の大統領のお気に入りとして知られている。紅花を使用しないセブのビサヤチキンポスパビサヤ地方では塩味のルガンはポスパとして知られている。チキンポスパはアロスカルドの直接の同等ものとみなされている。しかしながらアロスカルドとは異なり、ポスパでは伝統的に紅花は使われない。 アロスカルドの珍しい変種としては、カエルの足を用いたアロスカルドンパラカがある。非伝統的な変種としては、肉を代わりに、キノコや豆腐を使用する、ビーガン版がある。五島もアロスカルドと密接な関係があるが、大量の生姜を使用しないことから、別種のルガウとみなされている。アロスカルドと同じように調理されるが、非常に柔らかくなるまで何時間も茹でた牛のトライプを使用する。 タガログ語の GoTo から、アロスカルドコン語とないしアロスコン語とアロスコン GoTo としても知られている。ありがとうございます。